村上かなめと言います、はい。職業は WWD JAPAN というファッションとビューティーのニュースメディアの編集長をやっております。ファッション好きになったきっかけ、高校生の時に、はいはい、ある日制服着るのをやめて、うん、ネオン色のパーカーで投稿したら学校中が大騒ぎになって、はい、そのぐらい、あ、ファッションっていうのはいろんなこう感情を与えられるんだな、影響を与えられるんだなと思ってから好きになりました。でもなんでいきなり制服やめたの？分かんない、なんか今日ぐらい制服着なくて投稿しても怒られないんじゃないかなっていう。そんな体育祭とかそういうんじゃなくて？じゃなくてなるほど、ありがとうございます。じゃあねー。